タケ・ホラ・テツヤは日本の映画監督、青森県出身、日本映画学校で学んだ。彼は大倉映画株式会社の助監督として映画業界に入り、そこで5年間働いた。監督デビュー作は人妻の秘密覗き覗かれ。同年の美少女図鑑汚された制服では、ピンク大賞の新人監督賞を受賞したタケ・ホラ、S フィルムズアレジェネラリーイン。 エイライト、エロティック、コミックベイン、アンドハブプルーブン、ポピュラーウィズ・ピンクフィルム・オード・ヤンスス・アンド・クリティックス。築道の映画は全体的に気楽で、エロ喜劇な傾向があり、ピンク大賞や批評で人気を証明した。翌年の、浴場ヒッチハイク求めた人妻で、監督賞を受賞、2006年に東京都の映画館ポレポレ東中野で行われた。 1> r 1 8ラブシネマショーケースボリューム、3で4作品の回顧展が開催された。2015年、成人映画、誘惑遊女の会遊びを R15 作品に再編集した、誘惑遊女空とシドで一般公開作デビュー。インデントが下がっている作品は、上記作品の R15 編集作品。ありがとうございます。